はいどうも、八重製材所の畑野です。でございますね、私、お名前はということでございますけれども、あの八重製材所の畑野と申しまして、製材所というので、あの木をね、切っている会社なのかという連想をね、されると思うんですけれども、初代がですね、山師をしておりまして、山師というとですね、木こりでございますね。木こりをしていて、で、2代目がですね、建築と、あとそれからその木を切った、切り出したものをですね、製材業を営んでおりました。で、2代目がちょっと早く亡くなりましたもので、当時はね、あの広島にあの事務所があったわけでございますけれども、3代目、僕の祖母でございますね、ここにあの金看板、当時の金看板ございますけれども、祖母がこの北広島町、まあ私の実家があるところですね、あの旧千代田町でございますけれどもの、八重という地域に、まあ戻ってきてから、再構築しようではないかということで、地域から愛される名前をということで、八重製材所というふうに、名乗らせてもらったというところが八重製材所でございます。で、私の父、現会長でございますけれどもが4代目で、まあ許可をね、その昔は許可がなくても家が建ててたんですよ。建てれたんですよ。噛んだね。それで、まあ、建築業をやってたわけですけれども、まあ、しっかりと許可を取ってやり始めたのが、うちの、会長、父の代ですね。何年だ？昭和52年ぐらいでございますね。昭和52年に取ってますね、許可を。あ、違うな。初めての許可はね、もうちょっとこれあれだ。もうちょっと古いな。これなんか書き換えてるな。シールが貼ってありますので、おそらくもうちょっと早めなんじゃなかろうかと。で、私が5代目になりまして、1921年に、まあ、うちの祖父がですね、あの山師として、立ち上げ、畑野林業を立ち上げましたので、私であのちょうど100年目5代目ということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。で、普段どのような仕事をしておられますかということでございますけれど、私、基本的にはですね、建築、特にあの民間ですね、民間の戸建て、あとそれから店舗、あとオフィスなどなどの、設計、デザイン、管理、施工管理などをしております。で、私は主に公務員でもね、一応営業マンでございますので、人とお話をして、で、なおかつ、お客様に、プランだったり、デザインだったり、そういったところのお話をする、まあ、お打ち合わせをする、そして、まあ、現場が始まりましても、私が出向いていって、設計管理ですね、などをするという仕事をしております。趣味または特技は何ですかということがね、ここに書いてありますけれども、趣味というのがですね、多趣味がちょっと過ぎましてですね、これという趣味という趣味が、定まっておりません。まあ、主にまあ車だったりバイクだったり、まあ、この後ろにもありますでしょ、プラモデルだったり、あとそれからほら、あのモデルガンだったりね、あと裁縫も好きですよ。私は小学5年生の時にですね、手芸部と書いてあったんですよ。手に芸と書いてあったんですね。手に芸と書いてあったので、手品と思ってね、入りましたらば、まさかのね、裁縫、手芸よ。裁縫部だったわけでございますよ。なのでね、私ね、1年間、ひたすら家庭科室にいてね、裁縫をし続けるというね、小学5年生の思い出でございますけれどもね、運動部が非常に羨ましかった。まあ、ですがね、そのおかげで私、裁縫なども得意でございますし、あとそれから最近で言うとね、レザーのリペアにハマってるわけですよ。まあ、要はね、何でも趣味です。基本的に10人おられたら10人に合わせれるぐらいの趣味を持っております。はい。まあ、それで言うと最近ハマっていることということがね、この質問事項に書いてありますけれども、まあそれこそレザーですよ。レザー、中古で買ってきたり、あとそれからうちのスタッフが持ってるものとか、他人が持ってるやれたレザーをね、ホイホイと持ってきて勝手に直すと、はい、まあ気になる方はね、YouTube の動画などで見ていただければ幸いでございますけれども、まあ趣味が広いでございますね。あと無人島に一つだけ持っていけるとしたら何ですか？これ究極の質問ですね。もはや哲学ですよ。ライターを持っていくって言っても、その先のものもないしね。
あとタバコを持ってくって言ったらライターないしね。何を持ってくんでしょうね、無人島に一つだけ。そうね、無人島に一つだけ持っていくとするならば、なんだろうね。で、今、一番欲しいものはということでここに書いてありますけど、そうですね、今一番欲しいもの、なんでしょうね、今一番欲しいものは、時間ですね。時間が欲しい。まあこれは多分ね、おそらく、ここに登録しておられる方皆様そうだと思いますけれども、時間が欲しいでございますね。遊ぶ時間が欲しい。まあ遊ぶといっても、あの仕事が私趣味というか好きで大変もう楽しんでやっておりますので、それはそれでいいんですけれども、もっとこうね、面白いことを皆様に発信できる時間が欲しいなと時折思いますね。で、あとご自身の性格を一言で言うとというふうに書いてありますけれども、基本的に楽観的な人間でございます。あとやってみないとわからない。まあ当然あれですよ、計算というか考えはしますけど、やってみずに失敗するというのが一番怖いことだと思ってますね。とりあえずやってみる。あとそれから、ドラッカン的である。そういったところぐらいでございますがね。で、尊敬する人物をお答えください、教えてくださいということでね、書いてありますけれども、そうね、まああれじゃないですかね、一番はもう小学生の頃からずっと大好きだったあれですよ、所ジョージさんですよ。尊敬ですね。あの人の考え方はすごいなと思います。あとそれから両極端だけれども、松本人志さんね、あの人の考え方も面白いなと。まあそれを言えばね、先に生きてる人たち基本的に尊敬しております。いろんな考え方がありますので、まあ、その中でもということになると、まあ、やっぱり所ジョージさん、松本人志さん、あの辺りが非常に尊敬している方ではなかろうかなと思いますね。で、5年後に何をしてるかというふうに書いてありますけれども、変わらず5年後もいいものを作り続けたいなと。お客様、家を建てていただく、あとそれから店舗ないしオフィス、これでうち八重製材所にオーダーをかけていただいた方に、その時最新のもの考えられる全てですよね。あと、まあ当然ご予算もあるんですけども、まあ、要はその縛りがある中で、最善のものを提案して、まあ、常にやっぱりお客様にワクワクと喜びが提供できるように、これはね、私が生涯ずっとこれは続けていこうかなと思ってます。なので5年ではないですね、ずっとです。では最後に一言ということで書いてありますけれども、まあ、特に最後に一言という一言もございませんけれども、まあ、もしよければこれを見ておられる方、YouTube のね、チャンネルの方を見ていただければ、なんとこいつがどんな人間なのかっていうのがね、割と分かりやすくなってるんじゃないかなと思う次第でございますよ。いろんなものをねつついてみたりで、いろんなことをやってみたり自分でねして、まあ失敗したりとかするんですけれども、まあ何はともあれ皆様ご一緒にワクワクしてまいりましょう。それでは。